皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。勝成オブザ滝沢でございます。どうも皆さんこんにちは。本日は、タイトルにもあります通り、楽器屋さんで失踪するときってどうしたらいいんだいというお話をさせていただこうかと思います。初心者の方にとってやっぱり失踪っていうのはなかなかハードルが高いと思うんですよ。なんかこうギター買いに行ってさ、そのなんかこういろんなギター見てさ、なんかその弾いてみたいじゃないですか、触ってみたいじゃないですか、比べてみたいじゃないですか。でもなんかこう店員さんに試奏したいんですけどっていう勇気もないし、なんかまあ行ったところでこうねギター持って、そんな僕ギター弾けるわけじゃない、そんなうまく弾けないし、なんかなんか何弾けばいいかわかんないな、どういう風に喋ればいいかわかんないな、どうしよう、今日は帰るつって、帰った経験がある方結構いらっしゃるかと思うんですけれども、どうでしょうか。もし皆さん、そういう帰った経験がありましたらですね、気まずくて気遅れしてしまって帰った経験がありましたら、コメントの方にバシバシと、ありますありますありますって、書いてみてくださいませ。今回の動画はね、そんな方に向けて、まあ、こういうふうに考えてみてはどうかななんていう話をさせていただこうかなと思います。よかったら参考にしてみてくださいませ。とりあえずまずね、一番最初に皆さんに知ってほしいことは、失踪するのに気遅れしてしまう方にまず一番知ってほしいこととしては、店員さんはね、そんな細かいことは気にしないということです。まあ、その細かいことというのはどういうことかというと、その皆さんが心配しているようなことです。例えばその話しかけたところでその面倒くさいって思われるんじゃないかとか、そのギターをチューニングしてもらってギターをポンと持ったところでそのね、弾ける曲がない、弾けるフレーズがないで、めちゃめちゃその下手やからなんかこうね、ボロン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 弾いててね、なんかお店の方に迷惑かけるんじゃないだろうかとか、なんかこの人こいつ下手だなとか、なんかキモいなとか、なんか帰れとかうざいなとかって、店員さんに思われてんじゃねえかなみたいなことを思うじゃないですか。大丈夫です。店員さんはね、そんなことね、全然気にしないです。思想している人がいくら上手かろうが、いくら下手であろうが、まあ、ね、音鳴ってるからね、まあ、聞いてないというか、まあね、一応、まあ、聞いてるっちゃ聞いてるんだけども、そこまで気にしてないです。店員さんはそんなことまで気にしてないです。なので、まあ、その辺は全然気にせずに、今自分が練習している曲とかね、やってるフレーズとかを、なんかバシバシバシと、弾いたりとかして、ギターを試し弾き、思想してみましょう。全然こうね、変な話、大変な人もいるんですよ。もうすごい店員さんにさ、なんか、お、これ弾けるんだけど、みたいな感じで言ってきて、で、このジョガジョガ弾いて、なんかこのね、まあ、文句言う人いるんですよ、ギターに対して。あ、このギターなんとかとかあれだね、これやっぱダメだな、みたいな感じでダメ出しする人いるんですよ。それ超うざいじゃないですか。でも皆さんそんなことしないじゃないですか。そんなダメ出しするなんてやつね、まあ、いるんですよ、マジで。すごいんですよ。びっくりなんですよ、世の中広くて。で、じゃあ、思想すんなよって話じゃないですか。で、店員さんはそんな人にもね、もう日頃から慣れてるから、もうその人から比べてれば、もう比べてみれば、もう皆さんみたいな感じで、もう気遅れしちゃうぐらい気使ってくれてる時点でもう全然、オールオッケーという話なんです。なんで本当もうね、気兼ねせずに、ぜひ、いろいろ聞きましょう。で、その時にね、わかんないことがあったら、もう素直に、これ何ですかって聞いて、見てくださいませ。例えばその機種のことだったりとか、なんかこのギブソンって何だろうかなとか、SG って何だろうかなとかって、このなんかギターの方がちょっと形違うけど、これ何だろうかなって思ったときに、何だろうって思ったときに、そのね、そこで終わらすんじゃなくて、店員さんになんかこれってどういうことなんですか、なんかつまみが4つありますけど、これどういった意味なんですか、なんかすごいつまみがなんかこんな感じですけど、これ何ですかみたいな感じでいろいろ聞いてみてください。そこでね、そのね、商品の説明をするのがね、もちろん店員さんのお仕事ですから、そこでこうね、あ、めんどくせえなとか、うぜえなとかって思う人はいませんし、もしそんな態度をされたら、もう違うお店に行きましょう。そんなお店でお買い物する必要は全く、ございません。違うお店で買い物をしましょう。とりあえず素直にね、わかんないことはわかんない、知ってることは知ってるっていう感じで、行った方が店員さんとしてもね、好印象なので、本当に普通に素直に、あまり気を使いすぎずに、飛び込んでいただければいいかなと思います。で、逆に、これはやってはいけないっていうのをですね、ちょっといくつかお話しさせていただきます。これやったらいかん。まず一つ目としては、さっき言ったように、そのギターのダメ出しですよね。その商品なんだからね、それをなんか、ぶつくせ、ぶつくせならね、べちゃ、来なくていいよってね、店員さん絶対思うじゃないですか。僕はでも思いますもん。僕でも思いますもん。それはもちろん NG。で、二つ目としては、この叩くのとかも、ね、絶対 NG。アコギでさ、こう叩く奏法とかあったりとかするじゃないですか。もうこういう奏法は絶対 NG。基本的に、なんだろうな、もう傷つける行為ですよね。なんかこう叩いたりとかぶつけたりとかする行為はもちろん当たり前ですけども、NG でございます。で、店員さんに対して、知ったかぶりをするのもあまりよろしくないです。まあ、店員さんによってはさ、なんか結構いろいろ専門用語とかバーッと言ってくるかもしれないんですけども、なんかこう、その専門用語とか言われたときに、ごめんなさい、それって何ですか？ちょっとごめんなさい、知らないんでって、普通に、言った方が
良いかと思います。そこでこうなんかね、下かぶってなんか、ああ、うっせぇ、これなんすよねみたいな感じで言ったりとかすると、まあ、店員さんとしてもね、何やねんこいつみたいな感じになってしまうから、わかんないときは単純にわかんないと、素直な心で、お話をした方が良いかと思います。で、もう一つ、店員さんの気遣いとして、その、おまわせぶりな言動はやめましょうということです。また皆さんがその心配していることの一つとしては、その思想し終わった後になんかすごいこの購入することを進めてくるんじゃないかみたいな心配があると思うんですけれども、まあ大方によってね、そんなもうご利用しするところはそんなないです。思想したんだからもう会話しめしめなんていうところはなかなかないです。ただその会話の中でね、そのうん、どうしようかなとかね、ちょっとお金、ちょっと買おうかなとかって、なんかそんな思わせぶりな態度をしちゃうと、まあ店員さんをね、あ、買ってくれるのかなと思ってね、ちょっとこうプッシュしたい気持ちになってしまうので、あまり思わせぶりすぎる行動はよろしくないかと思います。そんな感じです。タブーというか気をつけたいこととしては。ではでは、その思想し終わった後に、その、まあ、どうでしたなんて聞かれるじゃないですか。で、その時に、その、思わせぶりではなく、なんか、ナチュラルにどんな感じの受け答えをすればいいかという話になりますと、まあ、普通に、その、まあ、感想ですよね。そのギターを弾いてみた時にどう思ったか。ね、なんか、あ、こんな感じなんですね、つって。僕、今、ちょっとなんとかね、なんか、エヴァニーズなんとかなんとか使ってるんですけど、フェンダーのストラト使ってるんですけども、なんか、こういうのだと、なんか、結構ね、ここはこんな感じになって、こういう印象ですね。なんか、すごい面白いです、みたいな感じで。で、もしそのね、ちょっと気使って、なんかね、あ、欲しいなとかっていう気持ちがちょっとでもあるんだったらば、まあ、ちょっと、他にもなんかね、何本か失踪したいものがあるんで、とか、ちょっと違う楽器屋さんでも狙ってるものがあるんで、とか、もしくはその来月お給料買ったらちょっと考えてみますね、みたいな感じで。まあ、普通にちょっと検討します。ありがとうございました。みたいな感じで、お礼を言いながら、返してください。そうすれば別に店員さんもね、そんなにね、なんで買わねえのかよ、みたいな感じの態度はしないので、別に検討しますとかね、参考になりました、みたいな感じで、ありがとうございますって返してあげれば十分かと思います。そんなところ。で、実際にそのね、思想するときに気をつけたいこととしては、そのなんだろうな、たまに、その1時間、2時間とかね、その、突然のギターリサイタルみたいなことをする人がいるんですけれども、これマジですよ。本当の思想、これちょっと弾きたいんだけど、みたいな感じで弾いて、弾き始めたら急に歌い出したりとかして、で、それが1時間、2時間とかずっと続く人とかいるんですよ。びっくりじゃないですか。そんな人と比べたら、まあ、もう全然皆さん大丈夫という話なんですけども、あんまりこう、なんかこう、ね、長く弾き続けるのも NG ですけれども、単純にやっぱその試し弾きなので、まあ、いつも自分が弾いているフレーズとか曲とかを、弾いてみて、なんかどんな感じかなっていうのをチェックしてみてください。なんかその根っこの、この握り心地とか、あとこのホールド性、右腕のこのホールド感とか、その足へのフィット感とか、そういったところも大事ですし、単純にこの押さえた時の根っこの太さとかね、その運指の感覚とか、あとこの位置とかね、例えば SG とかね、結構遠くに感じることもありますし、逆にムスタングとかだとね、結構近くに感じますし、レスポールとかも結構近いですよね、こっち側より。まあその位置関係だったりとか、あとこう、アームついてたらそのアームの使い心地のたらかんただったりとか、重量だったりとか、まあ色とかね、よく見るとどうかなみたいな。そんなこともいろいろこうね、気をつけてみていただけると、良い思想ができるのかなと思います。思想するときにね、それめちゃめちゃ緊張してテンパっちゃってね、適当にバーッと弾いてて、音聞けてねーってなっちゃったら、全然その思想の意味がないですからね。まあ緊張せずに落ち着いて、なんか、ね、弾き心地どうかなーとかね、その出音どうかなーみたいな感じで、クリーントーンでちょっと弾いてみたらどんな感じかな、うん、なるほどね、クランチで弾いたらどうかな、つって。で、めっちゃ歪ませたらどうかな、あ、いいじゃんいいじゃんですね、フロントにしたらどうかな、あ、こんなほんもりするんだ、うん、トーン絞ってみよう、みたいな感じで、まあ、いろいろこう試して、どんな音が出るのか、どんな弾き心地なのか、それをまあね、その体、耳で感じるというのが思想でございます。そんなところでした。とりあえずまあ、本当に気にしすぎです。こう言ったらあれかもしれないですけども。本当にやばい人、マジやばいですからね。あ、あとごめんなさい。タブーとしてあれだ。勝手に触るのはね、絶対 NG です。お店に置いてあるギターって、その基本的に手を振らないでくださいって書いてると思うんですけども、それにこの勝手に触ったりとかするのは絶対ダメ。あともう、たまにいるんですけどね、勝手に取って、勝手にチューニングして、勝手に弾く人とかいるんですよ。絶対ダメ。それはほんまによろしくないです。そうですね、マジやべえっていう人は、さっきも言った通り、なんかすごいギターにケチつける人とかいるんですよ。で、なおかつ、その、握ってくる人とかいるんですよ。これなんかちょっとこんな感じだから、これなんか名前じゃ高いっすね。なんか6万で、6万なら買えますよ、みたいな感じで言ってくるやついるんですよ。マジで。
へーって感じじゃないですか。もし自分が店員さんでさ、そのね、いらっしゃいませーって失踪したいんですけどみたいな感じでこうバーってさ、ね、これなんか高えなーって、これなんか1万円引くんだったら買ってあげるよみたいな感じで言われたら、はこいつ何ってなるじゃないですか。マジいるんすよ、そういうやつが。で、普通にあのさっきも言った通り、そのね、店頭の商品を勝手に触って、勝手にもうチューニングして、勝手に引き出す人とかもいますし、それ絶対ダメ。で、その叩くとかでその傷つける行為とかももちろん絶対ダメ。もちろんお店の商品ですからね、その商品価値がなくなってしまってはダメなので、絶対そういうのはよろしくないです。そして知ったかぶりも、よろしくない。あと、その店員さんに知識をひけらかすようなことも、よろしくないです。まあ、それはまあ別にもう思想とか関係なく、もう人としてって感じですよね。人として。何度も言うようですけれども、そんなね、なんかこう、面倒くさがられるんじゃないかなとかね、こんな下手だからなんかこう嫌がられるんじゃないかなみたいな感じで、なんかもうそのぐらいのね、その気遣いというか優しさみたいなのを持ってる時点で、絶対大丈夫です。ので、あんまりお気になさらずに、気軽に思想してみてくださいませ。そんな感じでございます。この動画をきっかけにね、またこの楽器屋さんに出向いた時に、ちょっとね、勇気を出して、ペペッと思想したいんですけど、つって。まあ、いい経験ができれば、すごく嬉しいなと思います。何でもかんでもね、まあ、体験してみなきゃ分かんないことばかりですからね、ギターもたくさん思想してみて、いろんなものを弾いてみて、分かること、気づくこと、自分の好みが見えてくるので、いろんな経験を積んでみてくださいませ。それでは今日の動画はそんな感じでございます。ぜひ参考にしてみてくださいませ。なんか気になることとかあったら、ぜひコメントの方してみてください。そんな感じです。そして最後に、私、滝沢勝成、Twitter などをやっております。TAKIJAWA、滝沢という名前で Twitter などをやっておりますので、よかったら概要欄の方からペレッとね、URL をクリックして、Twitter の方をフォローしてみてください。YouTube の動画更新とかね、リクエストに答えたりとか、質問に答えたりとか、しておりますので、よろしくお願いします。ということです。それではまた、違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。バイバイ。